はい、皆さんこんにちは。 MK の Q チャンネル、まさやそのつもよろしくお願いいたします。 MM 校全国制覇の旅、近畿地区奈良編本茶第5話お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。通算32話目になります。で、前回ですね、第4話で春の甲子園、戦っていきました。まあ、神宮をしっかりと制覇して、かつ去年春を、制覇しているということで、春の連覇がかかった、大会ではあったんですけども、しっかりとね、玉村、久保、そしてグロスと3人のピッチャーを先発させる、継投させるというような形で、しっかりと優勝することができました。まあ、それかつしっかりと 1,2,3 番が塁出て走る。で、4番の矢野ちゃんが打つ。で、下位打線で、ヒットが出たら、ダイソー3人衆がしっかりと走るというような形で、もうチームバランスがかなり整った状態で、春を、優勝することができました。で、今日はですね、まずは入学式に入って、で、夏の県大会とやっていきたいと思います。奈良2年目ですね。前回奈良1年目で夏の甲子園1回戦で敗退しているので、しっかりとね、ここは入学式でいい選手を取って、で、その後夏の県大会も確実に勝てるようにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この MK の休日、英会話ですね、本編にあっては月曜お休みいただいて、その他はほぼ配信と。で、ショートは毎日配信してますんで、またチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。まあ、あれですね、多分昨日お休みやったんかなっていうところで、13年目入っていきたいと思います。はい、というところで優勝したというところです。で、そこまで苦戦した試合もなかったんですけども、まあ、点差的にはね、競った試合もあるんですけど、しっかりと投手陣踏ん張ってくれました。っていうところで、早速入学式に入っていくんですけども、まずスカウト済み選手、見ていってもらいたいと思います。まず 60% のイブシギンの鈴木、で、近鉄バファローズの磯部さん、で、タイエースの寺田、で、全国準優勝の中村、で、60% の野崎、で、天聖 OB の太田さん、で、カープの西山さん、で、全中準優勝の加藤くん、まあ、10% で多分来ないですね。で、ラインドライバーの前田というような形で、西山さん、太田さん、そしてバファローズの磯部さんというような形で、レジェンド OB が3人来てくれるというような形になりますんで、ここはかなり期待して入学式を迎えていきたいと思います。それで早速ね、入っていきたいと思います。奈良2年目ですね。いや、まさかね、1年目でいける思ったんですけど、1回戦敗退するとは思ってなかったんで、ちょっとびっくりやったんですけど、まあ、とりあえずここはね、入学式、早速入っていきたいと思います。もう結構ね、13年目になるんですけど、まだ天才来てないんですよね。天才をね、そろそろ野良天才でいいから来てほしい。ほい、どうだ、ほい、あ、でも鈴木くん60%やったら来てくれてる。で、ピッチャーが、野崎が来てないね。っていうところで、まず一人ずつ、見ていきたいと思います。まずは、ラインドライバーの前田くん。はい。おー、なんやこれ。パワーは G やけど、D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  って結構いいんじゃない？ちょっと待ってね。あ、すいません。くしゃみ出そうになったんで一回止めました。で、このまま、天聖 OB 見ていきましょうか。西山選手。広島ですね、多分。あ、じゃあ前田くんまず能力見てる。まあまあ、チャンス C、盗塁 D、ラインドライバー悪球打ちと。右投げ左打ち。ちょっと待ってね。はい、ラインドライバー悪球打ちというような形ですね。くしゃみが止まらん。チームブレーバス。まあ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 、起用法やから特に問題ないやけど、ムードバツよりマシやから。まあでも、普通に外野として育ててもいいし、送球 D あるから、まあポジション的によっては、内野セカンド生かしてもいいかもね。守備もうまいし。で、次。西山さんまず見ていきましょう。はい。おー、192。はい、キャッチャー C、送球 B、粘り打ち、ホーム刺繍。修二さんですね。大阪出身。いや、めちゃくちゃいいですね。キャッチャー C っていうのもでかいし、弾道も2あるし、特に問題ないですね。うん。キャッチャー B ぐらいあってもいいんじゃないかなと思うんですけど、カープのレジェンドですね。OK です。で、全中準優勝の中村くん。はい。おー、139。あ、いいですね。タイピン伸び C あって、要所丸。で、変化球も、通信ファースト持ってて、ナックルカーブとシュートがあるんで、中継ぎで結構使える。うん、かもしれない。日本柱でいこうか。
太田さんがおるんで、しっかりと育ててやっていきたいと思います。で、次太田さん、転生 OB。 はい、おー、186。あのバロメーター的にはもっと強いかなと思ったんですけど、あら、そんなに右側が優秀ではないんですね。まあ、オール D やね、右側が。ただスタミナが58あって、球速133で、変化球が3つ持ってて222と、まあ、総変化量6持ってるんで、そこまで悪くはないですね。めっちゃいいってわけでもないんですけども、野手の能力も全部右側 D というような形です。で、次寺田くん、はい、あ、186、いいですね。キャッチャー D、送球 C あるんで、まあ対エース丸で、走れないけども、まあサードで使えるかな。まあまあまあ、基礎能力も悪くないし、右側も悪くないんで、まあ、ただ、ちょっと今見てる中で走れる選手が誰もいないんですよね。なので、ちょっと不安はあるんですけど、次、鈴木くん、行きましょう。はい。おー、186。一緒やね、186。はいはいはい。あ、鈴木くん、ショート、行こうか？送球 C あるし。で、キャッチャー D なんで、もうキャッチャーはね、まあ西山さんおるんで、鈴木くんがショート行って、で、寺田くんがサード。で、このまま行ったら、まあ、セカンド、ファーストで一般入部の子がおるんですけど、その辺がどうなるかというところですね。ただ、今んとこもね、さっきも言ってるんですけど、まだ走れる選手がいないんで、こっから一般入部を見て、磯部さん見て、行こうかな。OK。で、まず藤野くん。ほい。110。あー、君はもう、まあ、セカンドでちょっと上手いけど、まあ、盗塁もできないし、対左も低いし、まず走れないというところで、まず用なしですね。まあ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 、しょうがない。ほんで、井上くん。はい。111。まあまあまあ、ファーストとして育てていいけど、やっぱ一般二部ちょっと弱いね。一般二部弱い。で、小野くん。はい。120。ああ、東大躍動。東大躍動ってことは野手強い？ああ、まあまあ、普通かな。まあまあ、ピッチャーとして育ててもいいんやけど、沖縄から来たの？奈良県まで？すごいね。さあ、最後よ。あ、小坂くん。あーははは。かわいいかわいい。ちょっとやんちゃっぽい感じね。磯部。オリックス・バファローズ。違うね。近鉄。近鉄・バファローズ。磯部選手。はい！おー、189。まあ、200超えはしてないけども、弾道3あると。あ、ミスター・イーグルスなんだ。ミスターイーグルスなの？まあ、ミスターってついてるやつは、なんか、ムード丸的な感じなんだけど、ミスターバファローズじゃなくて、ミスターイーグルスだよね。まあまあ、バファローズがその後ね、楽天行って、磯部さんも楽天行ってるっていう形で。まあ、三振と併殺はあるけども、いや、いいんじゃないですか、弾道さんで。うん。いいですよ。今回、磯部選手、で、西山選手、で、太田選手というような形で、転生 OB、三人衆。レジェンド OB 3人衆を迎えて、頑張ってやっていきたいと思います。いや、悪くないよ、全然悪くない。めちゃくちゃ強いってわけじゃないけど、まあ、それはね、矢野ちゃんとかグロスとかに比べると、まあ、そこまでは強くないけど、でも3人も来てくれてるから全然問題ないですね。で、まずはオーダーの方を決めていくんですけども、まずは前回オーダーをやっていくっていう形になるんですけども、外野はこれやったね。ファーストが誰やったっけ、佐藤やね。で、前回はこのような形で、ショートが近藤やったんですね。で、エースが玉村で、これ、オーダー的にはこれでやってました。で、こっからどういう風な形で変えていくかというところで、で、まあ久保ちゃんも入る、で、グロスも入る、で、この中に鈴木と青木がいらないんで、太田さんを入れて、で、まあ、青木を入れるか、鈴木を入れるかなんですけど、253と220。じゃあ、鈴木一応入れようか。ちょっと悩みどころ。あとは、まあ、いらんかったら外します。で、金丸くん、加藤くん、川本、市川、安藤、俺と、荻野なんですけど、ここ、安藤くんいらないんで、西山さん入れて、あ、じゃあここで、もういいです、鈴木くん。これでいきます。野手ちょっと多め。ピッチャーがね、もう転生 OB だけ。太田さん、グロス。
久保ちゃんと。多分ね、新チームになった時、グロス1枚看板で行って、で、その後、まあ、太田さんをずっと育てていくっていう形になるんですけど、結構ね、中村くんも悪くないんで、ベンチ入りさせたいんですけど、まあでも加藤ちゃんもね、ダイソーの切り札、加藤、ウォレット、荻野っておるんで、まあ、この辺がね、どういう風な形で、まあ、今3年生をバンバン出してるんですけど、ベンチ入りさせてるんですけども、まあ変えてってもいいんやけどなぁ。やけどね、やっぱ、勝ちたいんで、うち。勝つにはね、やっぱりそれ、相当のチーム編成が必要になってくるんで、まあ、またね、この後、ちょっと守備を考えながら、で、夏の県大会とかもね、出せるやったら2年生をどんどん、2年生、1年生をどんどん出していこうかなとは思ってますね。というところで、まずは、夏の府大会まで、府大会じゃないな、県大会ね。県大会まで何もこともなければ、やっていきたいと思います。はい、それでね、夏の県大会、組み合わせ抽選会入っていきたいと思います。はい、いいばっかり。どこと当たるか楽しみですねって。もう、うちのマネージャーもちょっと上から目線になってるから。8番。まあまあいいでしょう。シードみたいな感じね。他もほぼ C。違う、E。E やと。一個だけ C あるけど、まあ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 いいんじゃない？不純的には。別にそんな強いところとやらでいいし。どっちみちなんか途中ぐらいで強いとこ来そうやし。で、このまま7月入ります。いや、ピッチャーが、まあ、グロス、久保ちゃん、そしてタマムがおるんで、まあでもここはちょっと球速上げておきたいんで、肩いこうか。いいですね、グロスも球速上げようか。 OK で、太田さんは太田さんも球速上げとこう。で、佐藤いいですね。ミート。で、矢野ちゃんパワー A したい。で、川本シューピー。あー、でも足も鍛えときたいですよね。足が速くないと、多分、球に追いつくスピードが遅いから。で、石井ちゃんも良くなってきたね。で、市川パワー。ミート、オッケーオッケー。鈴木もパワーあげようか。オッケー。オッケーオッケーオッケー。アンちゃんはね、もう。で、ホレット。いや、みんな良くなってきたね。で、金丸パワー、磯部さんもパワーだけ上げとくか。さあ、このまままずは決勝に行けるように、甲子園に行けるように、北山工業前半いいからスタートというところで、ちょっとね、グロスに上げとくわ。ノリノリで1回戦はグロスでちょっと勝負したいんで、まあ、できれば2年生、1年生を出していきたいというところではあるんですけど、矢野ちゃんでいきましょう。で、グロス先発行かせて、でね、出せるところは結構出していきたいんで、磯部さん、で、荻野、で、金丸、で、まあ、ショートも川本でいこうか。これでいきます。で、荻野、これでいきます。セカンドサードはちょっとね、まだね、西山さんとフォレットが、セカンドサード時期なんですけども、ちょっとあんまり出しすぎるとやられる可能性があるんで、その辺はね、まあ頃合い見て出せたらいいかなと。特に1番2番が走れるんで、その選手変えてしまうと機動力使えなくなってしまうんで。はい、荻野が出る。2アウトランナー1塁という場面で、バッターはで、まず走る。2塁送球はどうだ。セーフ。ランナーが一つ先の塁に。荻野もう一個いける。変化球。オッケー。セーフ。いいね、かなりいいね。荻野はね、かなり走れるような気するんで、どんどん走らせていこうと思うんですよね。サンガは取ってアウト。スリーアウトチェンジ。まあ、ただね、誰ホームラン、ああ川島、まあまあそれは3年生やもんね。ただやっぱスロースター持ってるから、グロスがね、それがどこまでいけるかというとこなんですけど、ああこれアウト。
あんまりもう無茶しない。はい、矢野ちゃんナイスバッティング。あ、取られた。これで1投もたないけど。やっぱね、ちょっと2年生1年生を出してる分、打線のつながりっていうのがあんま良くないね。ただ1、2番はもっと打っていいよ。で、矢野ちゃんももっと打っていいよ。あー、ナイスバッティング。ただね、うち怖いんが、おお、危な、危な、なんか取れそうなジャンプやったやん。グッて溜めてからジャンプしとったけどね、今。で、佐藤、まあ、この辺からしっかりともう点取ってある程度やったら代打とか出していけるので、セカンドは無理。 OK、 2対1勝ち越し。はい、セカンド行く。磯部さん、いやー、かっこいいね。いや、一番今回の転生帯で一番嬉しいかも、磯部さん。ナイスバッティング。はい、エラー。まあ、ここからグロスとかもどんどん変えていくんで、代打とか出していきます。いける、磯部さん。 OK、 OK。 ここで金丸、金丸が一応ね、アベレージヒッターとか持ってるんで、次3番か4番打てるような選手に育ってほしいんですよね。あー、ナイスバッティング。まあ、今は結構ね、代打の切り札でどんどん出してるんですけど、もっともっとね、打ってほしい。いいよ。あら、あんまりあれやね。8回矢野ちゃん、だって全然点取れてないもんね。まあ、ええわ、流し打ち。相手前評判いいやで。だからこの新チームがね、ちょっとね、怖いんですよね。あんまり打ってないんで、で打てるのが矢野ちゃんぐらいしかいないんで、そこ大丈夫かなと思って、このできればこの夏のね、県大会とかいろいろ経験させて強くはしていきたいと思ってるんですけど。さあ、磯部さん初ヒット出た。で、さっきね、まあ、カットしてるんですけど、練習試合やったんですよ。で、中堅の高校に、まあ、2年生チームで行ったんですけど、まさかのコールド負けしたんですよね。まあ、1年生の太田さんを出したっていうのもあるんですけども、ちょっとね、ちょっとんっていう感じだったんで、全然打ってくれない、打ってくれなかったんですよね。まあ、打たれるのはピッチャーでしょうがないとして、え、このまま行きましょう。まあ、でもグロスが初回に点取られてからはしっかり抑えてますよね。それはこのレベル抑えてくれないと逆に困るんや。いいよ。いや、これはフェア。よくないな、よくないな。この2点差っていうのが怖いんや。いいよ。オッケー。うわー、いらん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 、そういうのいらんよ。中継、いや、1回戦負けはマジでいらんから。ここまで2安打の中島、ちょっと変えるわ。まあ、この辺はいけるとして、ショート近藤で、磯部さんとこもちょっと守備弱いんで、加藤ちゃんいくわ。頼むよ、ここ打ちました。おっしゃ、はい、オッケー。さあ、次の回打ってほしいね。ここでなんで三者凡退なん。ピッチャー変えるわ。タマム行こうか。んで、ものすごく跳ねます。あ、絶好調なる。いや、ちょっと2点差怖いんよ。あるからね、このゲームすぐやってくるから、課金とか言って。ほら、危ない。よう取った、よう取った。市川華麗にさばいてワンアウト。西垣、いい当たりでした。すぐやってくるから。いや、1回戦からもうお前らボール回しええやん。もうすぐやってくるからね。ものすごく盛り上げ。いや、頼むよ、マジで頼むよ。本番はね、もうちょっと点差開いて1年生の太田君とか出す予定やったのに、全然出す間もなく4対2、接戦よ。前評判いい、余裕やな言うときながら。
いやもうこんなん出るからね普通に。三振よ。はい、オッケー。空振り三振。まあ、まず初戦4対2、まあ、なんとか勝てたみたいなレベルやから、ちょっとね、2年生1年生出すのちょっと怖いなこれ。はい、打ったのも3年生やし、まあでも信頼度こうやって上がってくれるのはでかいんですよね。まあそれを期待して出してはいるんですけど、他校調査来た、それ大きい。はい、次の対戦相手が、はい、あー、ヤマト、前評判いいというような形で、まあ気を抜くわけではないんですけども、まあここしっかりと、戦っていきましょう。まあ川島でいこうか。川島多分変えないんで、ピッチャーは、グロスでいきます。で、まあ、近藤絶好調か。じゃあ、ここ荻野行かせて、で平田のところも磯部さん行こうか。で、まあ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 、まあ、これでいきましょう。これぐらいで、うん、まあまあまあ、まだこれぐらいのレベルやと相手も転生とかもあんまり出てこないんで、まあ大丈夫だと思うんですけど。お待たせいたしました。一丸。はい、まずランナー出る。ランナー一塁という場面でバッターが3年生走る。二塁へ送った。これは楽々セーフ。まあ荻野一番にさせてもよかったっけね。先の塁に進んでいます。打ちました。でも前評判いいやのに、ちょっとねこのレベルで3年生とかをいっぱい出さないといけないっていうのも、ちょっとなんかチーム状況悪いのかなっていう感じかなって。今まあ3年生は強いんですけど、新チームがね心配。まあでもこの夏県大会超えて甲子園出れたら、やっぱ信頼度上がっていって、でその間にもやっぱ試合で強くなるようなチームなんで、まあまあその辺はね期待していきたいとは思うんですけども、うん、OKOK で5対1、まあ、これぐらいになってくると結構ね出せていけるんですよ。西山さん行こうか。ピンチヒット。まああんまりまだ油断はできないけど、打ってよ。二塁タッチはセーフ。おー、ナイスバッティング、初ヒット。西山ナイスバッティング。結局3年生を出すとこうやって打てるから、まあ特に問題はないんですけど。頼むよ。あー、ナイスバッティング。レフト前クリーンヒット。中継タイム1点入りました。6対1。でここで石井ちゃんにはねんけども、代打で、ここで金丸で、まあ、できればもうコールド勝ちしてくれて全然いいんで、5回コールドとかがベスト。あー、ナイスバッティング。いいよいいよいいよ。進塁だね。でここで矢野ちゃん、矢野ちゃんね、結構打ってるね。はい、走る。やっぱ打ってほしいんですよね、矢野ちゃんには。ホームランももっと出てもいいんですよ。ナイスバッティング。サウンドちょっとノリに乗ってきた感じはちょっとあるね。うん、あら、でここで守備が、このまま行きましょうか。うん、もうちょっとね、もうちょっと打ってほしいんやけどね。さあ調子を上げることができるか。いいよ。打ちました。オッケー。レフト前進。磯部走られる。まあこれしゃあないね。ホームイン。ヤマト点差を5点。これで5点差やけども。まあ、これね固め打ち制度あるからね。めちゃんこ打つから1、2安打打ってるやつがめっちゃ打つから。おお、危ない。西山うまくさばいています。西山さん送球 B やねんけど。で西山さん今日2安打。サード誰かおる？守れるやつがいないね。いないね。ダイソー出そうと思ったら無理やね。わあ、これゲッツーになっちゃう。ああ、オッケーオッケー、ゲッツー崩れね。ダブルプレーはなりません。これでツー。オッケー、いいよ。矢野ちゃん出た。矢野ちゃん4安打やね。代打いこうか。あー、一
チーがなぜかこれやから、ウォレット行って、ウォレット行って、さあお祭り男の本領、セーフティー行こうか。バントしてきた。あ、走らせてよかったな、さっき。あ、でも矢野ちゃんか。スコアリングポジション。で、磯部さん。ここまで2安打の磯部。さあ、持ち前のくせ者ぶりを。センター返し。かしこめ。あー、いいね、磯部さん打撃いいですね、ミスターイーグルス。ミスターバファローズの方がいいやけど、俺的には。で、磯部のとこに、ダイソーで、では加藤ちゃんやこうか。さあ、お祭り男ので加藤ちゃんが走る。二塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁成功、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。オギー転がせよ。あー、ナイスバッティング、さすがオギー。加藤、オッケー、ナイスバッティング。でこれで10対3と。10対3、オギーのタイムリーヒット。これでグロス、グロスのとこ代打。じゃあ川本行こうか。ピンチヒット。でまず走る。キャッチャー二塁送球、マリセーフ、ランナーが。オギーもう一丁いける。はい、早い、セーフ。ランナーが。いや、いいね、オギー。で、これは研ぎ澄ませていきます。で、ワンアンヒットで帰ってくると。完璧よ、この流れ。リードを発展に広げます。まあ、ちょっとね、2投から3投はね、そこまで対応はできないんですけど。今日はここまで3打数2安打。あー、ナイス、今度中継。そうそうそう、こういう試合をね、期待してるんですよ、うちは。西山さん、ものすごい励ます、絶好調にして。ちょっと今は、あの、次期サードを守らせるっていうことで、あの、守備を、肩を鍛えたりしてるんですけど、やっぱ打てるバッターになってほしいですよね。あの、まあ、2年生に矢野ちゃんがおるんで、あの、矢野ちゃんが引退するまで、あの、キャッチャー守れないんですよね、西山さん。まあ、太田があかんねやったら、ここはタマムで、まあ、タマムでいいか。で、守備。で、ファースト、市川で、これでいきましょう。グロス、ヤマト。いくよ。まあ、これ、7点差、まあ、むしろ8点差あるんで、サクッと押さえて終わりよ。流し打ち、はい、ワンアウト。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。まあ、これぐらいサクッと言ってくれたら一番いいよね。はい、ツーアウト。これでツーアウト、ランナーありません。ピッチャー変えます、ここで。富山、太田君絶不調やから行こう。ちょっと頑張って抑えて。さあ、ラッキーボーイの、まあ、あの、抑えれなくてもいいです。初球、オッケー、抑えたね。センターへのフライだ。はい、ナイスキャッチ。取りました、試合終了。はい、2回戦突破と。これよ、これ。こういうの待ってるんよ。あの、1回戦みたいに4対2みたいな、いらない。危ないから。怖くて見てられない。はい、グロスがしっかりと、試合作ってくれました。まあ、ちょっとね、そこそこね、連打打たれるのが、いや、もう、下げすぎやて。それやったらさ、こんだけ打ってるんやからさ、あげんと。もう、俺、春もそうやったけど、めちゃくちゃ下げられてるで、ピッチャー。スロースターターはつけられるし。いや、もうおかしいわ、この仕様が。仕様がおかしい。はい、次がでも、あの、もう準決勝か、準々決勝か。はい、あー、前橋、こっからやね、こっから来るわ。お褒め使うわ。で、久保ちゃんも使う。 OK、 これでいきます。で、調子いい選手で勝負します。まだ他校調査とか使わないんですけど。で、ここは石井ちゃんで行って、タマムで、こちょ、タマムで行きます。あんまりね、舐めたことしとったらやられるんで。で、オギが絶好調なんで、ここオギで行って、磯部さんもこれ行こうか、じゃあ。はいはいはい、門田さんのとこね。あの、不惑の大砲。だから結構強いんじゃない？不惑の大砲。前評判 C やけど、侮ってたらマジでやられるから。オッケー、いいよ。チャンス。ランナー二塁という場面で、バッターは三。
初球から打ったライトへ。まあ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 、二塁ランナー、ここで矢野ちゃんが打ってくれたらいいんですけど、なかなか打たないからね。そうやね。で1点先制された。いや怖いよ、うち全然打ててないな。これやっぱあれかな、あの磯部さんとか荻を出してることによってなんか流れ悪くなってるのかな。あっとこいつ、あらオッケー、ラッキーセカンド、あー無理か。お、いける。ちょっと危な、何それ、危な。石井ナイスバッティングです。石井さんめちゃくちゃ悩んだったよ。では改めてリプレイをご覧いただきたい。塁間のあれがこうリプレイでは分からんけど、あのこの間に行ったり来たりしてるんですよね。よう、それやったら最初から行こうや。危ないよ、ヒラッキー。さあ、矢野ちゃん行くよ。昨日めっちゃ打ってるからね、矢野ちゃん。そして今、拾い直した。ワンアウトランナー3塁。ここ転がせにつないで。あんまり今、うち余裕ない。打ちました。前進守備ファースト。ああ、いいね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 。はい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 。いや、うちタマムー投げてんやで、タマムーが。なんでそんな打たれる。しかも絶好調やね今日。ました。はい、オッケー、ナイスバッティング。抜けた。センターバックホーム。あーっと、送球それた。あーっと、取れない。あれカバーしててそれお前取れないんかい。さあ、チャンスが広がって、近藤、最初のバッターボックスがサードライナー。久保ちゃんとかが、あ、グロスか。いや、いいわ、ダイソー行くわ、もう勝負行く。ゲッツー取りたくないから。さあ、持ち前のファイトが全面走る。二塁セーフ。なら大事な場面。コンちゃん行くよ。これで転がせできるから指示。打ちました。前進守備。いやー、送球アウト。ちょっとタマム変えてるから頼むで。ランナーは二塁。今日は安打を放っています。バッターの鈴木、機械のごとき精密さを。頼むぞ鈴木。はい、ナイスバッティング。弾丸ガン逆転するやん。そうやね、そうやな。でここでピッチャーをまずグロス行かせます。グロスが8回ぐらいまでしっかり投げてくれたら OK。 頼むよグロス。初球を打ちました。うわー、いけるか、取れる取れる。おっしゃ、ナイス。よう取った、よう取った。この回ツーアウト1塁。試合はい、こっから危な。今のね、結構抜け取ったら結構危なかったよ。あの試合展開がわからんくなる。で佐藤、まあ、佐藤もちょっと率下がったけど、もう全然十分。スリーラ、ツーラン行こうか。あら、これはどう落ちる。あー、落ちない。あらあらあら、これで磯部さん磯部今日は打たすよ。ライトフライ、頑張って打ってよ。この辺に代打しとったの成長ないでしょ。スリーアウトチェンジ。ちょっと1点差のまま終盤行くの嫌なんですけど。いやいやいや、もうこれよ、これこれこれがあかんのよ、お前らの。何このノーアウトですぐポンポンポンって点、あの打たれるやつ。うわー、もうだるい。ほんでなんで三者凡退ペーンってできるん。いや、もうあかんってそういうの。オッケー、エラー、オッケー、ラッキー、帰ってこい。オッケー、この1点でかいぞ。1点差。さっきからずっとこいつ外野めちゃくちゃ下手やから、外野チェックしようか。さっきからずっとエラーしてるけど、熊谷君うまっ、うまいやん、肩も強いやん、守備も B あるのにそんなにエラーする。はい、行くぞ。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてくる。追いつくぞ。低めボール球を、またエラーするんじゃない。ああ、しない、今回はしない。肩 A やからね、 A に見えないけどね。今日2本のヒットを放っている。はい、ジョックロック。一打同点の場面を迎えている。はい、持ち前のファイトが前面に出てきました。2塁はセーフ。さあ、30盗塁してるよ。オッケーよ、転がせよ、しっかり転がせ。はい、ナイスバッティング。帰ってこい、帰ってこい、行けるぞ、帰る。あー無理か。肩いいもんね、センター。石井タイムリー。今日これで4打数の
で矢野ちゃん、今日はここまで3打数ノーヒット、ものすごく稼ぎます。絶好調にする。でまず先走らせる。二塁送球はどうだ、セーフ。はい、セーフ。もうあの伝令した時の矢野ちゃん無敵やからね。さあラッキーボーイ、打ってこい。うわ無敵なんじゃない。青木一塁踏んでアウト、スリーアウト。ここ三者凡退で。いやもうだからあかんて、あかんって言うてるやん。あーもうこれきついわ、マジできついわ。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは渡辺奈良。これ絶対0点で抑えれないもんね。オッケーいいよ、ワンアウト。うわもう来たわ、ほらまた来たわ、何これ。オッケーいいよ、佐藤出た。いやマジこれ、マジで何これ案件ない。走る、セーフ。いやもう代打よこんなの。平田、代打は。いやもうおかしいのよ。いやもう何してるんお前らは、ほんまに。いや全然やで相手。いやお前セーフティーいけるんか、いけ。うまいぞ、いいぞいいぞ、うますぎー。セーフ、グロスで先に大走る。セーフ、よっしゃ代打いくぞ。重松やないこか、3年生頼むぞ。オッケー、お前いけるんか引っ張り。頼むぞ、信じるぞ。なんでうちはなんでホームラン打てないここで、おかしいやん。近藤頼む。いや9回で3点はきついぞ。おっしゃナイス、オッケーオッケーオッケー、2点差。いいぞ。でまず走る。もう1点いくぞ、もう1点。ジョックロックかかる。いやもうめちゃくちゃやばい。準決勝よこれ、まあ準々決勝か。うわやばい、いけるか。オッケー、ラッキー。いやもうなんでこんなんでしか勝てないうち、まあ勝ててないし、しかもまだ。オッケーオッケー、いいよ。まだジョックロック、勝ち越さんときついよ。おっしゃ、あーセーフ。うわー何この試合。いやこれも久保でいくわ。よしよ、三者凡退抑えた。鈴木、じゃあ佐々木くん、伸びえ、なんか伸びのあるピッチャー多いなお前ら。それで頑張って抑えてきたんか。頼むぞ石、ここ出ろ、絶対出ろ。おっしゃー、抜けた。タイム、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 タイム。バッターは2年生矢野、今日はここまで。走る、いけるか。危ない、危ない危ない。矢野、お前絶対転がせよ。あー惜しい。オッケーいいよ、低めボール球。よっしゃナイス、よっけっけ。矢野ちゃんにダイソーは出せないんよ、キャッチャー A 持ってるから。ナイスバッティングです。で加藤ちゃん、いいね、揺さぶる。代打おる誰か。いやもうこれやったら加藤ちゃんの方がいいから、加藤ちゃん流し打ち行こうか。あ危ない危ない、やめてキャッチャーフライは。よし、あーいけるか、セーフ。もう加藤、9回の裏これ最終回、ファイト、褒めまくる。いや頼むぞ、相手なんか3安打ぐらい打ってるけど。 OK、 2ストライク追い込んだ、三振制。いいよいいよいいよ、低めいい球いってる。 OK、 セカンドしっかりだ。 OK、 ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3人制。いや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 、なんかめっくりやなお前も。もうやばいこれ、ホームラン入るね、ほんまに。渡辺いいバッティングを見せました。バッ
ッターは2年生川野、今日3点を挙げています。いや打ちすぎやて。低めで勝負せ。いいよいいよいいよ、三振や。オッケー、危なタイム。いや低め三振。いや頼むぞ、こんなカキーンとかでありえない。オッケーゲッツオッケーアウト。うわーもうそれはもったいない、あかんあかんあかん、マジであかん。そういうのよっしゃいいぞ、よしツーストライクタイム。内角は怖い、低めです三振。オッケー続き、はいオッケーです。もう危なすぎる危なすぎる、もうねどんだけホームラン打たれたか、もう勘弁してマジでマジで勘弁して、もう本当にね良くない、心臓に悪い。いやもうねスリーランがね大きすぎるんよ終盤の。これまたなんか下げられた、こんなに打たれてるのにこんな時は下げられないんですよ。ちょっとおかしいよこのゲーム、よくわからん仕組みが。よっしゃ、まあでもなんとか勝てたから危なかった。逆に新聞見ようか、新聞どうなってるか。ああ、もうこう10点を奪い、あーまだ準々決勝やから、あの一面にもならないんや。はい次準決勝、はい。おー、ちょっと怖いんやけど、まあこのままいきましょうか。佐藤、あ間違えた、まあええわ。グロス先発でいくわ、調子いいから。いやもうあのフルオーダーでいきます、フルオーダーでいきます。やられます、全然打てないから。まあ打ってるか、打たれてるんやね。でグロスがスロッサー持ってるからどこまで投げれるかっていうとこなんですよね。残る、うーんもう絶対1点取られるもんね。バッター大和の速球王佐藤、何やね大和の速球王って、全然ちゃうやろお前、球速120キロしか投げられへん、もうちょい考えろお前、実況適当すぎるやろ。打ちました、ファール、打ちました、めちゃくちゃになってるよねこれ。打ちましたピッチャー、オッケー抜けた、佐藤ナイスバッティング、オッケー返した、返された、早いんよ返されるんがグロス。いやもう3回で7安打打たれてるからね、もうこのスロスターやめろほんまに。オッケー抜けた、佐藤いいバッティング。いやーちょっとね、ちょっとなんですよこれ。抜ける、帰ってこい帰ってこい、オッケー、でさ、1点返しました。重松タイムリー。まあでもね、そんなにあの簡単には勝たせてくれないってことなんよね。これがこれが県大会のね、毎回こう春優勝してる、神宮優勝してるチームでもこんだけ接戦するんよ。頼むぞ。うわあこれ取られるな。おおラッキー。逆転。いやもう昨日からラッキー逆転なんよ。バッターは3年生川島、今日はサードゴロと魔物使ってない代わりに勝手にエラーしてくれるという。ほらこれもいけいけいけ、おおおおおお、危ない危ない、ショートのエラーが記録されます。ここまで2安打の佐藤、いや走る、ボールを2塁へ送った、2塁セーフ、なら大事な場、ピッチャー変えてもいいんじゃない、変えてあげえや、いいよ打てよ、しっかり打てよ、よし抜ける、帰ってこい帰ってこい帰ってこい、オッケーラッキー。エラーしすぎやで君たち本当に、守備めっちゃ低いんじゃない、あのバロメーター。はいピッチャー変わる、ほんまに1年生かお前、3年生やんけ。あでも結構強いよ普通に。いやもうだから打たれすぎやてグロス。さあファイト全面に押した。お前次来年お前タマムと久保がいなくなったらお前一枚看板やねんからな。近藤ナイスバッティング。バッタ
ーは3年生安田、今日は三振と1点はいいからゲッツー取る。ランナーを消したい。オッケー、ナイス、危ない。もうもうもう、得て、そういうの得て。今日1打点の長谷川。あんなんで暴投したらもう話にならんからな。うわー、もうよう打たれるなグロス。バックホーム間に合うかどうか。宇田2点返しました。長谷川タイムリーツ。なんでこんな打たれるの。バッターは2年生鈴木。絶好調やで今。おお、一歩も動かず、いけ、無理やな、これは無理やわ、もうこれ、多分同点になります、抑えれるはずがないんですよ、すぐ打たれるから、ほらな、もう分かってました、同点確定なの分かってます、でさらにまた打たれるんですよ、カーキーとか、あ、三振、OK、いやー、もうやめて、マジでやめて。もうあの打ちました。うわー、バックホームいける、ライトバックホーム、もう全然送球終わってるもんね。勝ち越しを許します。7対6安田タイムリー。さあ2アウトランナー1塁2塁。いや、もうなんか超ノリノリのやつ出てきたし、ホームランだけ打たれないお前。うわー、もうなんでこんなにも打たれるん。中継、いやー、いけるぞ、ホームさせ。いやー、もうめっちゃしんどいわこれ。今日は安打を放っています、バッターの鈴木。いや、もうめっちゃ低いもんねこれ。ピッチャー変えるわ、タマも行くわ。グロス。さあ、持ち前の強心臓が力を。初球打ってきた。取れ、もうなんで取れない。中継、宇田リードを3点に広げます。鈴木タイムリーヒット。いや、もうええやん、もうええやん、お前らもうええやん、もう打ったやん、3点勝ってんやね、もうええやん。オッケー、これは取れるな、これは取れるな、もうええて、ほんまにこのなんか止まらんやつ。6回の表が終わってまだし、いや、なんでうち打てない、おかしいってこのゲーム。あ、森浦ね、強っ、打てて。しました。絶対打てよ。打った。ファールボール。打ちました。いや、もうこの7回に1点返さな、シャレララ。いや、もうええか、カットしてあげくホームラン打て。低めボール。じゃあ。ピッチャー返し。抜けた。佐藤いいバッティング。右バッターボックスには矢野。今日は。いや、もう矢野お前絶対ホームラン打て。もう、さあ、ラッキーボーイ。いや、アベリージヒッターあるやつ見てるよ。ゲッツーすんなよ、絶対。いけよ、絶対一発打て。それか、逆方向に、長打。もう、なんでうちだけ全然打てない。さあ、ファイトを前面に押し出したバッティ。初球を打った。オッケー。今拾った。あー、危な。むちゃくちゃラッキーよ。バッターは3年生平田。マジで平田頼むぞ。持ち前の闘魂が力を発揮するか。おっしゃ、そうやな、そうやな、うちも打たなおかしいもん、うちも打たなおかしい。いや、ここよここよ、褒め殺すわ。これまた止まらんくなるんやか、お前らの。もうええって、それ。中継、安田ナイスバッティング。なんでな、これ。うちこれやで。一打負け越しのピンチを迎えています。負け越しじゃねえよ。いやー、ちょ、取れるやろこれ。レフトバック。オッケー、ナイスナイス。中継。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。これでワンアウト。今日2本のヒットを放っている鈴木。打ちました。初球。決や。もう。レフトバックホーム。鈴木。なんやこれは。ほんまになんやこのゲームは。井上。ここは外野フライも避けたい場面です。いや、もう初球を打ちました。いや、外野フライ避けたかったけど、こんな無理なんよ、もうこれだけでも十分なんよ。スタートを切った井上、ライトへの犠牲。いや、いいよいいよ。ここで勝ち越されました。なおもピンチが、ピンチヒット。いや、もう代打来たわ、代打補正。定位置な、定位置やぞお前ら。いいよ、ツーストライク。打ちました。
おっしゃ、引っ掛けた、いけるぞ、取れ取れ、飛び込めや、そういう時は。おっしゃ、今度ゆっくりな、これは守備範囲内、よし、オッケー、スリーアウトチェンジ。次誰から、タマム出ろ。なんで3者連続三振なん、ここで。ほんでまたうちピンチ。いやもう褒めるしかないんよ。なんでここでさ、オッケー、ゲッツ、あーもう落とせよお前。これでワンアウト、バッターは3年生竹内、今日はここまで5打、ここはゲッツー体勢を取ります。ゲッツーや、オッケー、ゲッツーや、続き、よし二よし、よし、最終回行くぞ、スリーアウトチェンジ、鹿島から。さあ持ち前のピッチャー誰するのか。ああ、別にいいわ、さっきの森浦里恵は。おしゃー、ナイス、抜けた、絶対か、オッケー、走れ、サードまで行ったら完璧、サードまで行け、サードまで行け、はい完璧、バッターは三塁へ向かう、三塁送球、オッケー、走れ、帰ってこい、ああそれは無理か、それは無理やね、スリーベース、初安打、ランナー、おしゃー、えらい打ってますやんか。ね、ミートあげます。いやお前ここぜ、あー励ますでよかったな、絶好調で、ここで究極の思考、究極の思考が解き放たれる、でやるのは転がせ、初球、おしゃあ、そやな、そやな、抜けた、あらまたいろ、いやでかいぞこれ、なんか魔物使ってるみたいになるからやめて、オッケー、流し打ちで進塁打でいいぞ矢野、おしゃあ、よう打った矢野ちゃん、中継、さよなら、いやもうこれね、ゲームバランスがもうおかしい、本当にこんなに乱打戦になる、もう対ピンチ下げすぎやて、もうきついな、これ次期エースなんよ、うちの一枚看板なんよこれ、それをなぜ下げる、そこまで相手もある、タイピンチの方、ないわないわ、もう常タイピンチ F で勝負せなあかんやん、いやもう本当にね地獄やわ、最後決勝、うわ北山翔子、もうええわええわええわ、別にええわ、おっしゃ行くぞ、久保ちゃんちょっと下がったらあかん、今回あんま久保ちゃん投げてないんじゃない、はい偵察使います、なんてなんて、新しい収穫にはなった、あもう一回やってるんやね、一回偵察してるんやね、まあええわええわ、まあ、佐藤で行くわ、昨日絶好調やったから、いやー お前いけんかて、グロス絶好調、信じるぞてお前を、大野さん、あーなんかねちょっと荻野とか奈良県やったような気がする、あのロッテの荻野ね、まあええわそれはええわ、お待たせいたしました、共に、ああそうやな、そうやな、三者凡退せなあかんわ、絶好調やねんから、先制のチャンスを迎えました、ワンアウトランナー二塁という場面、ああ違うね、バッターは3年生、オッケー、多分荻くんがあれやね、ああそうやね、強いね、大きな声援が聞こえます、マウンド上は大野、うん、なんかこの辺は違うね、あ三浦さんや、来たね三浦さん、 DeNA 監督、いやエースナンバー、いやちょっとこれ三浦さん出てきたらきついぞ、三浦さん出る前に点取ろう、多分絶対次出てくるから、オッケーオッケー、いいよ、おっしゃ、よう抑えてる、おっしゃ、誰、重松ホームラン3年生、いいよ抑えろ、オッケーオッケー、グロスいいぞ、絶対三浦さん出てくるから次、逆になぜ決勝で三浦さんを出さない、そのなんか昨日投げたからとかないやろ、
いやちょっとね、佐藤今日はね、球数投げささんでいい、うん、球数投げたらね、三浦くんが出てくるから。いいよいいよ。ただね、これね、どうせね、また終盤になったら、ここまでグロス完璧のピッチングしてるけど、どっちにしろまた打たれるんですよ。だから乱打戦になるから。頼むよ佐藤。まあまあしゃあないしゃあない。いいよ、三者連続三振。オッケーいいよ。グロス、うわーこれちょっとね、グロスに出せない、ダイソーはセーフティー。生きろお前も生きろ。まあしゃあないしゃあないしゃあない。点取りに行くぞお前ら。いや転がせよ、もちろんロンよ。いいよいいよいいよ、帰らんでいい帰らんでいい。こっから大量得点するから。でまず走る、うわ硬い、危な、相手結構強い、あー結構強いね。さあ行くぞ転がせ、よしオッケー。いやーしかもセカンドいける。はい5対0、ワンアウトランナー二塁となりまして、佐藤いいぞ、佐藤行くぞ、流し打ち一発打てよ。いいよ、まあまあまあカットしてもええわ、カットした挙句打つんやったらええわ。もうよっしゃ、そやなそやな。7回裏ダイソー行くわ。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、もちのの荻で行くわ。あ、オギー残しといてもよかったか。まあええわ、セーフ、外されても余裕、魔物使ったら余裕やけどね。まあええわ打て、よっしゃ、いいよいいよいいよ、この犠牲フライも大きい。そうサードもいけるんよ、オギーが出してるからね。さあ石井ちゃん、ここまで2打席連続三振、うるさい、打て、おしゃーそやな、三振してでもいけるんよ。はい7対0、ほんまやったらお前らコールド負けやからな。でもねこのゲームはね、この点差をねひっくり返そうとしてくるんよ。闘魂使うぞ。いや平田のね、あーこれよ、平田のバッティングがねいいんですよ、完璧。はい、いや重松ちゃん今日 2本打ってるんじゃない。ちょっと待って、守備、まあ、とりあえず1カー出しとこう。 OK これで、いやいいよいいよいいよ、ここしっかり押さえたらええからね。いやグロスいいんじゃない今日、打たれる気しないよ。 OK、はいオッケー、これでスリーアウト。オッケー川島出た、で市川え、もちのロンでこれお祭り男使っての代打よ。金丸代打は、ああ三浦さん出てきた、やっぱ強いな三浦さん、欲しいな、スタミナもあるし、で青徳もいいし、野手も強い。あ三浦大輔さん、ダイソー出し、ダイソーは、あ、いらんな、走るよ。はい、ちょっと出す遅いんじゃない、持ち前の熱血が力を発揮すること。だって好調やんか、それ出したらよかったのにね。送球されたアウト、スリーアウトチェンジ。オッケー最終回、ここ加藤ちゃんで行くから。さあいよいよ、おお荻野くんグロス行くぞ最終回。初球から OK、ボールはレフトへ飛んでいきました、平田掴みました。これではいよいよいよ、ランナーはありません。バッターは3年生岸田、今日はここまで3の、いいよ一体当たりだ、これどう、取れない無理、
あー無理か。打ったバッターは2塁へ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。まあでも10対0やから、これ巻かれたらもうちょっとゲームバランスおかしいわ。あのやっとる、確実に確実にやっとる。高めボール球、オッケー、ライトへ上がった。はい、ツーアウト。打球を確認して3塁へ向かう。いやでもね、偵察決勝はこれやったら準決勝使っとけばよかったね。まあまあそれ結果論やけどね。いいよ。いやーまあ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 、北山ようやく1点を返しました。もうあの県大会が厳しすぎて2年生出すとかいう問題じゃなくなってきたよね。はい、 OK。 はい、優勝。はい、2年連続夏の県大会。いやもうちょっとね、危なかったけどね、今回に関してはかなり危なかった。まあ、ただしっかりと、甲子園出場決めたと。いやそれはね、素晴らしい結果になりましたね。よし、よー、控えやった選手、控えやったっていうかね、あの2年生をよく出してたんですけど、重松とあの平田変えとったんですけど、まあ、この選手らがしっかり打ってくれたんで、まあ、それのおかげで勝てたみたいなもんやね。でグロスもよく投げた。絶対グロスなんか、じゃおかしいって、あげないと、何か、タイピンチ F とかやったんやったらな。やったんやったらな。まあ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 。でもまあまあ、でもね、しっかりと、甲子園に行けたことはかなり大きい。いやー、ちょっとね、もうこれスコア見てもらったらわかるんですけど、準々決勝、10対9。で、準決勝、11対10と。いやもう打線が打ってるのはいいんですけど、良くない心臓に。いやもう、いやーよかった、なんとか勝てたね。ちょっと名門落とされる、県大会で負けるんじゃないかなと思ったんですけど、これでね、もう結構ね、4年連続ぐらい甲子園、4年、5年ぐらいかな、夏の甲子園は出れてるんですよ。だからまあ、チーム自体はね、かなり強くはなってきてるんですけど、ほらそう、ベンチ、ああまあまあ、だからベンチ外を外したらこれぐらい強いから、まあまあチーム自体はなかなか強くなってきてるんですけども、まあ、次回、夏の甲子園やっていきたいと思います。だから今回なんとか2年目で甲子園出場、決めれたので、で前回1回戦で負けてしまってるんで、第6話しっかりと、夏制覇できるように。でしかも今の世代が神宮春、制覇できてるんで、もう3期連続制覇でいきたいと思いますんで、次第6話で夏の甲子園戦っていきたいと思いますんで、また MK の技術マサをよろしくお願いいたします。それではまた、次の配信でお会いしましょう。発信はマサでした。